それでは、フィギュアの制作ですね。人形の制作に入りたいと思います。人形は合計3体、出てきます。戦車長、装填手、伝令兵ですね。出てきます。で、3人ですので、以前のマスターボックスのフィギュアセットを作るみたいな感じじゃなくて、あれはその作業の要領みたいな、こことこことここを頑張って作ってますっていうところを重点的にピックアップしてましたけれども、今回は、装填手なら装填手、戦車長なら戦車長、全部それを見せるという形で見てもらおうという形で1体ずつやりたいと思います。このキットはタミヤのキットで、皆さん結構所有してる人も多いと思うので、その方が多分面白くね、楽しんで見ていただけると、我がことのようにね見ていただけると思うので、ちょっとそういう風にしたいと思います。で、このフィギュアなんですけれども、ほぼね間違いなく平野義隆さんの、フィギュア原型だと思います。平野さんのフィギュアのその特徴みたいなのがね、結構顔とかシワの造形に出てますんでね、平野さんフィギュアの特徴的なね、立体と直線と曲線のね、混じり具合といいますか、立体感が非常に高い、フィギュアになってます。それではまずですね、装填手から始めたいと思います。まず胴体ですね、ここにパーティングラインがありますね。これをまず削ります。こっちにもね、ここ、それからここですね、同じようにこうね入ってますんでね、ここで、ここもね、それとこれですね、ここ、この襟の下ですね、台形状になってますよね。本来襟は台形じゃなくてね、逆にくさび型になってないといけないんですけれども、くさび型になっていますと肩型から抜けないので、当然こうなってるんですね。なのでここを削ります。それではパーティングラインを削りたいと思います。今回ですね、セラミックカンナですね。セラカンナ、セラミックの刃がついた、デザインナイフを買ってみました。これで落としたいと思います。気持ちよく落ちますね。いい感じですね。これ着下げも良かったんですけども、単純な曲面のパーティングライン落としだったらこれの方がいいかもしれませんね。こうモールドがねあるところにこうパーティングラインがあるので、こうどこまで削っていいのかなとか気になるところですけれども、そういうのは後でどうとでもなるので、ここは削ってしまいます。